聖安造形大学は、滋賀県を移し、扇の里東4の3の1に本部を置く日本の私立大学である。1993年に設置された。大学の略称は聖安聖安造形大など。聖安造形大学は、1920年に学祖である瀬尾地下が、京都市に聖安裁縫学校を設立したことに始まる。その後、 1950年に聖安女子短期大学開設、1993年に学校法人名を京都聖安学園に改称し、聖安造形大学が開学する。滋賀県内唯一の芸術大学である。見学の精神は聖安の名に由来し、聖安とは人の輪を大切に、一人一人が自己の使命を追求し、全うし続けることを通じて、 心安らぐ平和な社会を作ることに貢献するという意味である。聖安造形大学は芸術学部芸術学科の中に6つの研究領域19の専門コースを設けている。カリキュラムは造形表現の土台を固めた上で専門分野を深めていくものとなっており、1年時から4年時のどの段階でも他領域の学びを取り入れられる。講義系教員。 実習系教員、領域研究室スタッフ、クリエイティブサポートスタッフ、学生支援職員、キャリアサポートセンター職員、研究、連携支援職員といった支援体制が構築されている。キャンパスが美術館は、その名称の通り、芸術大学のキャンパス、イコール美術館と見立てた、開遊式の美術館である。 学校法人京都制圧学園の創立90周年を記念して2010年10月にオープンした。キャンパス内に点在する9つのギャラリースペースで年間を通じて展覧会を鑑賞できる。教育、研究の場、及び地域交流の場となることをコンセプトに、在学生、教職員、卒業生に発表の機会を提供するとともに、 国内外で活躍するアーティストの企画展を行い、幅広く表現活動を紹介している。さらに、滋賀ゆかりの企画展示を積極的に行い、芸術を通して地域の魅力を発信し、地域交流の機会提供に努めている。毎年、テーマを設定した総合芸術祭、西安 ARTS アテンションをすべてのギャラリースペースを利用して約1ヶ月間開催している。 キャンパスが美術館、ウェブサイト地域連携推進センターは、西安造形大学の基本理念、芸術による社会への貢献を具現化し、地域、社会、企業と学生をつなぐ架け橋となることを目的に、観光庁、企業、各種団体、個人との間で、様々な連携事業を推進している。滋賀県唯一の芸術大学であるリソースを活かして、結ぶ。 つなげる、広げるを命題にプロジェクトを展開し、学生のスキルアップや連携先の発展、そして地域社会全体の活性化を目指している。地域連携推進センターウェブサイト、大見文化、風土と芸術の持つ創造精神とを結びつけ、新たな可能性を探求する研究機関であり、研究や教育活動、文化復興活動に一般からも参加できるように、 会員制研究会、大見学フォーラムを設立し、地域に根付く、文化、風土の調査や研究など、多岐にわたって活動している。付属大見学研究所ウェブサイト文化と芸術に関する処分やの学術研究を深め、大学の教育、研究活動へ生かすと同時に、研究成果を広く、社会に公開している。学術、文化をより推進することを目的として、 各種事業を行っている。京都駅から、湖西線で小琴温泉駅へ、約20分、小琴温泉駅前から大学へは、無料シャトルバスが運行している。学生だけでなく、大学来訪者も、無料で利用できる。ありがとうございます。